Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, loving this devotion. はい、次はですね、生産国によるです、ね、主なグレーティング法というところで、要は格付けみたいな部分ですね、こう仕分けみたいな部分の話なんですけども、これはですね大きく4つに分けられます。グレーティング法ですね、まず1つ目はですね、標高で決まるっていうものがあります。その標高の高さ、位置で、その豆の質が変わってくるので、そこでも格付けができるということですね。どういうことかっていうとですね、その寒暖差が激しいほどですね、その昼夜の寒暖差が激しいほど良質な、豆ができると、コーヒー豆ができるというふうに定義づけられていますので、そのちょうどいいですね、こう寒暖差の標高の部分っていうのは非常にこうグレードが高くなってくるというところですね。はい、もちろん高ければ高いほどいいというわけじゃないですね、凍ってしまったりもするので、はい。で、次にですね、スクリーン、豆のサイズで、その格付けがされるというものもあります。この場合はですね、スクリーンってこうふるいのことなんですけども、ふるいにかけて、大きい豆の方が、どちらかというと大きい豆の方が評価高いですよというような格付けの仕方ですね。で、次に欠点数ですね。3つ目はですね、欠点数で決まると。その欠点数の数ですね、とか混入している小石とか異物の数とかで、どんどんグレードがこう下がっていったりしてっていう数値があると。で、プラスでその混入数とか欠点数とかもあるんですけども、混入しているものとか欠点があるその豆の、その欠点の種類とかにもよってグレードがまた数値が変わってくるというようなですね、欠点数で変わってくるところもありますと。はい。で、最後はですね、カップ、さっきカッピングとか、そのワインのソムリエのテイスティングみたいなもんですよって言ったと思うんですけれども、その味覚ですね、ある一部の部分だけこう焙煎して、削って、普通のコーヒー液にしてですね、それを味見して、で、この豆、ここの区画のこの豆は、このぐらいのグレードですね、このぐらいのグレードですねって決める、まず実際に味覚で飲んでみて決める、っていうですね、グレーティング法が4つ目ですね。はい。はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、それとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたら、ぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ、何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのポア。